せーの。暮らしの実験室ラジオ局。四十九回目。始まるよー。ね。暑い今日。暮らしの実験室ラジオ局は、暮らしの実験室のスタッフの伊ばちと。はい、いばちです。 某スタッフの妻で野菜ソムリエのゆめちゃんと、ゆめちです。スタッフの私、かおり、この三人でお届けします。かりちね。はい、かおりっち。自分に言うのはなかなかね。お金持ちみたいだね。確かに、かおりっち。チョコレートのお菓子の名前みたいじゃないあなんとかりっちね。フラボワーズ味のチョコレートの、なんか冬にだけ出るチョコみたいな。かおりっち。 はえっとですね今週は一応僕用意してきたのニュースはワーケーションの話と野草構想仕込んでたのと僕がおかきをなんかはまってるっていう話あるんですけどなんか他にありますかないよあとねあのたけのこ祭りあたけのこ祭りね山菜祭りのビル祭りはい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 じゃあそれをそれぞれちょっとささっといきますかはい。 わま、ワーケーション別に喋っとくでも <laughs>、うん、いいか面白いからそうで,すよ、ね、後でもいいと思うけどでも順番に、うん、ワーケーションにね1週間ぐらい会員の人が来てましてなんかやってますね仕事ね、うん、仕事その人はまあリモートで仕事してるんですけどでちょうど1週間ぐらいかな明日 日曜日の夕方ぐらいに来て土曜日の午前中に帰るってことで今日がもう最後なんですけどんかうん面白いですよね緩みすぎるって言ってましたねねそうなんだそういいけど緩みすぎるってまったりしちゃうって普段その家で仕事してるから今やででも家よりはなんていうかまあ リフレッシュっていう意味も含めてね人に会ったりもするしそういう意味ではいいねんけどちょっとリラックスしすぎちゃうっていうふうには言ってましたけどねまあ良さそうですねなんかずっとここっていうのは大変ちょっと待ってしすぎちゃうけどあ噂をすれば今通りすぎましたねそうたまにこういうとこに来て環境を変えてやるのはいいなって言ってたまあそうかもしれないねああもう来てた人いましたよね グループで何人かでね来てたね別の人がね会員さんとちょっと友達がね実はそんな使い方もできる農場だとまあねうん、そうですねね面白いよねなんかどういうふうに過ごすのかなって思ってたらやっぱその一番人が出入りするドマにはいなくてお部屋で気がちっちゃいもんねそうそうそうお部屋で黙々と 作業してたまにお茶とか飲みに降りてきてあと<構> <laughs> なんか作業してるとさ<業>外を結構外,、うん、外で仕事したりもしててこの間に、ね、そこのね屋根の上にパソ…屋根ちょっと低くなってる<え>屋根のそこの <laughs>、うん。 なんていう屋根があってさ、でもちょっとさ立ったまま作業できるよね。立ったまま作業うどんみたいな感じだね。立ち上みたいな感じでパソコンを置いてなんか立って仕事してて。どうしたの？なんかずっと座ってると腰が痛くなるから、意識的に立って仕事もしてるらしくて。家でもそうなのかな。うん、そうみたい、そうみたい。彼はなんか前に来た時も別にワーケーションじゃなかったけど、ちょっとだけ多分仕事があって、あのそこで寝そべって仕事してて。あそこ。 置いてて中庭でそうそうそうけど <laughs> 昨日かなおとといから森,、ね、森の中でパソコンでやってたって。 僕があの作業しててたら見つけ本人はそこでやってるけどまさかそんなところに人がいると思わなかったからちょっと結構びっくりしたけど確かにあそこはリラックスできるなと思ってあれで仕事になるのかなっていうその時仕事してると思ってなかったけどあとで本人のフェイスブックにここで仕事してますって投稿されてて多分お仕事の内容はさバリバリの外資系のまあなんか。 できる人って感じだと思うんですけどちょっと語彙力なくてあれなんですけど何してるかも知らない詳しく知らない会議とかも海外との会議があるみたいなことをお三言ってたりとかで語学も堪能にね海外との取引があったりとかっていう感じの方なんですけどなんかこういう環境でもできるんだなと思って面白いまさかそんなところで生まれた仕事が。 あるとはって感じじゃないですか、うん、多分その会社的には、うん、面白会議とかね会議とか,なんかそのリモートであるって言っててなんかその相手にさそのいつもと環境が違うこととか伝わって気まずくなったりしないのって最初の頃聞いたのいたのにそ<ー>したら「うん、いや今もう音声だけだから」って言ってて<ー>あそうなんだ、うん、つまりテレビ電話じゃなくてそのなんていうの テレビないってことねみたいな電話みたいな感じって言ったらそうそうってなんかパフォーマンスが下がるんだって画面があると自分の顔が映ってたら、相手の顔が映ってると結局そっちに気がいっちゃってどっちかというと資料とかの,の画像を見せたりとかしながら音声だけで会話するから会議するからバレないねって言ってて。 獣の声とか入ったらまずいけどま <laughs> まずずいいんやまずいっていうかばれる、うん、あのまずいわけじゃないかもしれないけどなんか変な音するなとかさ、うん、でもばれてもまずいわけじゃないんでしょ、うん ななんじゃいわかんないけどまあ小鳥の声とか入りそうだよねそやったら。周りの人も工事の音とか車の音とかする人もいるから雑音はもう範囲内みたいなこと言っててそれがすごいネイチャーになるっていうネイチャー気によるっていう別に問題なさそうだったそっか背景とかね、映らないんだと思ってなるほどなるほどと思いましたねあれ気が散るよね確かにね自分の顔が映ってるだけでんかちょっとね気になったりもする 顔見ちゃうもん、なんか。見ちゃう、見ちゃう。<laughs> <laughs> なんか、どうせも意識しちゃう80。二十パーセントぐらいの人が自分の顔見てるらしいねえ。で、うんね、変な顔なってないかなって <あー S 1> 見ちゃう<え>。うん、うん。さあ、それで、まあ、だから、会員、うん、まあ、彼は。 かつててこれまでも中居も来てるからご飯とかはね放置されてても自分で作れるし慣れてま家で出てきたものを食べてっていう感じだから楽ですよねねきっとだから会員じゃない人ではワーケーション的な受け入れ多分してないと思うんだけど多分グレーなんだけどまあ使の勝手知ったる会員さんたちの人たちはそういう使い方もありかなと。 別荘的な別荘的なね。まあまさにそうだよね、別荘だよね。うんいざとなったらあの出社できるとは言ってたしね。あ距離的に。朝出れば、そうそうそう。都内のだから割とね、ちょっと呼び出しっていうのはまあないかもしれないけど、ちょっと。 行ったりすときもあるみたいなので、うん、便利な場所にはあるよね。トラブったりとかしたら行くかもね。なるほどね。まあ、都内の人が作ったから、都内の人が来れる場所じゃないと作れないもんね、道場ね。あそうね。もともとね。もともとね。はい、という感じでした。えっと、野草構想。野草構想の話は、エジンさんを呼び出すっていう話になってまして、ちょっと電話しますね。 野草酵素のそう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 簡易というか野菜セットを取ってくれて最近割と取り始めてくれたご夫妻がいてその奥様の方が野草酵素っていうのを何年も作ってるっていう話をあ何年も作ってるんだ10年以上やってるってたかなそうなんだ なんていうのちょっと肝心なところはエイジンさんが多分野草を積んでこの時期にこの野草を積んで酵素を起こしてドリンクみたいな感じにして飲んでるらしいんですけどシロップみたいになるんじゃないだから何かし養鯛酒みたいなイメージかなと思ったんだけど発酵したら発酵ジュースそうですね で、どんな効果があったんですかとかどういう目的で飲んでるんですかなんて聞いたりとかしたんですけどちょっとだけ喋ってるのもはやあ、エイジンさんが来たエイジンさんが一緒に今年その M さんと野草を積んで一緒に作ったって聞きましたよはい、中村さんとあ、言っちゃった名前、言っちゃったまあ大丈夫でしょう中村さんいっぱいいるから全国そうですね、全国いますねそうなんですよ、最近会員になってくださった方なんですけど なんか、あのおしゃべりしてたら、あのー、コースを作ってる、野草コースを作りたいって話で。うん、で、なんか、どうやら、えっ、ー、と、この時期の野草がいいらしくて。うん で、か30種類ぐらい必要とかでなんか、あ、そうそう彼女がお住まいの場所がちょっとそれは地域は特定しない方がそうですね言わないですけどちょっとまあ大きな水害の被害でなんかいろいろあったからなんかその地域での野草が取りにくくなった芝になっちゃったんだってしかもなるほどそういう事情があったんですねそれもあって「野里で取りたい」って言って来てくださった感じですなるほどなるほどほかかもうちょっと使っ何取ったのどんな野草ああ、ね。ね、えっととににかく農場内る 野草いろいろ取ろうと思ってでも野草酵素ジュースに向かない野草もあるらしくて最初にかリストて見せてもらってこういうの取りたいってふむふむと思って一応知ってる野草が多いからかったからそれじゃああごめんはいすいまいい。かき通しよもぎハラスのエンドウあとは大箱とか大箱取った大箱それこそ春ジオンとかギシギシも OK でよもぎとかか毒ダミはね匂いがきつくってメめなはい。 タコ、タコはえっとね、も花が咲くとイマイチならしくて、どれもこれも花が咲く前がいいらしいんだよ。ねそこが難しかった。エネルギー結構咲ちゃってるから。うん。あとまあそれこそその辺のハコペとか、えーあと何よ、えっと何よって感じ。うん。イネカはないんじゃない？イネカはなかった。ね、そう。な気がするよね。そうそうそう。このイチゴの花花葉っぱとかも入れてたかな。カタパってこと？そうそうそう。うん。 あと言えなかったの意外と入れなかったやつはひみオドリ草が入れなくてあれいっぱいめっちゃ今生えてるのに入れられないから量が出なくてそれで苦労した三キロぐらいほしあえっとね彼女はね十キロぐらい作りたいとかですごいね、十キロの野草がいるってこと、八キロの野草でいいらしいんだけどそうそう八キロの野草を取るのってすごい大変じゃんねえ軽いからねそうそうそう あ、の肝臓も OK なのね。で野間像とかギシギシは結構重量が出るからそれをたくさん取ったりとか2人で1時間半ぐらいひたすら葉っぱ取ってたそれを砂糖でミルフィーユみたいにしてそうそうそうその前にざっと洗ってざっと洗ったでえで刻む刻んで刻みながら桶に入れてってミルフィーユ砂糖を入れて。 見るあそういうのを繰り返して。うん、そでそれはいつ出来上がって、飲むとどういう効果が？ えっと、一応、1週間から10日ばかり毎日2回かき混ぜてねって言われてて今日まだかき混ぜてないわ、そういえば。なかった。<laughs> 気付いた。手の菌で,で一応ね。手の常在菌をこう、まあ、服用すると、うん、で私ね、勝手なん私の妄想で手の常在菌だけでなく私、今回こだわったのが自分の畑の野草をできるだけ入れようと思って私の畑からせせと野草を通ってたの。たいなのもあったんだけど、うんうんうん っっかかかからら抜なないんだだけどね葉ぱのきゃちぎるてそう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 で何かほら自分が常にエネルギーをかけてる畑の葉っぱであるならばきっと私に良い効果をもたらすに違いないみたいな勝手な妄想でおでもんかいい感じそれほんと妄想でしかないんだけどまあ雑草に対しての愛情をそうそうね普段からねあんまり普段は雑草やけどこういう時は野草野草という名前を呼びかけ「君の君が」みたいな感じでそれで何だっけ寝て10日ぐらいやった後は こすすわけよ。そそそそれをあここんだ。ううう。で、して液状のものにしてでそれこすのも一回液状にしたらもう一回こす二回こしてくれって言われててでその時にかその一緒に作った中村さんが何かえっとねえっと何だっけな海藻系の粉をそうそうあ海フルーはね最後に入れるんだけどもう一個海藻系の粉末みたいなのを持ってきてくれててこれを入れるとよりよい良いってことでそれはまあ くれたんだけど、さったのでそれを入れて最後に海の精という名前の今度は液体発酵を流したり酵素の働きを良くするものだと思うんだけどそれを最後に入れるんだってそれは液体になってからうしたあとで液体になってからそれを入れるとすんごい元気にシュワーってなるらしくてそれを飲むのを楽しみにしてます。 効果は。重要な酵素の効果を。酵素の効果を助けるのかな。まあ、これはさ多分さあ、なんかね、こうなりますって言えるもんじゃ、多分ない。中村さんの話は、聞いたよ。そう、私も聞いた。彼女は花粉症がすごい改善された。ひどい花粉症だったらしいんですけど。梅ちゃんもやってみればいいんじゃん。ね。うん。即効性大好きだからさ。大丈夫そうね。三年ぐらいかかった。三年ぐらい。飲み続けて。ね。 なんかやっぱ腸内に影響があるんでしょうね、腸内環境にいい影響があってアレルギーの症状が緩和されるっていうことだと思うんだけどだと便の匂いも変わるって言ってたくなる。面白い、いろいろそういう内臓系が良くなる気がするよね、するイメージにする。一回飲むのをやめたら、やっぱりまた花粉症が広くなっちゃって、また飲んでるって。 じゃあもうやめられないじゃんまあいいよね、その辺であるものを作るのね。でした、私はまあとりあえず最初はねそんなに時間もかかるし大変だしお手伝い程度でと思ってたんだけどなんかそのさっき言ったように自分の畑の野草を取り始めたら愛着があるもんだからなんかこれ、私、飲んだ方がいいんじゃないって気持ちになっちゃってスイッチが入っててうっかりね、でもまあ中村さんは8キロ仕込んでたけど私はもう3キロだけ仕込んで、それでも結構、作るようになる。 えっとね、多分越した後はもっと減るんだ。だいぶ減ると思うけど。だよね。どのぐらいになるんだろう。そんなにいっぱいガブガブ飲むんじゃないと思うから。そうそうそう。六十ミリ六十七シーティー出てたかな。一日飲むとして。陽明酒みたいな。感じはい。そんなちょっとまあ楽しみですね。一応オーデミク前に完成する私の中で予定なので。着々と。レジのお困りの症状が改善されたらいいですね。冷え性とかかな。なんだろう冷え症かな肩こりとか。 血流がねだからそれはそう循環悪いからねっ確かに3年ぐらいかけて来年も作るかどうかちょっと怪しいね作った方がいいね継続してみたらありがとうありがとうありがとうありがとい、ありがとうなんか僕の理解ではつまりそのゆめちゃんとか2食とかやってるやんはい、一日2食だからやっぱ食べ過ぎないってことと多分関係してる気がするかな 酵素って消化酵素とかの酵素でしょ。あ、何か言い忘れてきたよ。なか言いたいことが。ごめんごめんもう一個言わせた。今のは食べ過ぎないで。あの言ってた仲間さんが言ってたこと思い出したんですけど、酵素を飲んだのは一食だんだってやっぱり。酵素を飲むんだ六十 CC が一食分だから。へえ。で言ってたご飯抜くって言ってた。ああなんかさも同じ。ああそうそれは確かに。超やなんかこうやっぱ休めたりする意味があるんだろうなと。はい。追記でした。はい。 ありがとうあと僕が思いついてまあ実践した方がいいけどなかなか実践できない健康法はよく噛む健康法なんですよ。それが一番安くてすぐできるはずやねんけどなかなかできないなかなかどうしてってやつお腹空すいてたらもうう飲み込んじゃたくさん口に入れてごっくって飲むのがいいからね。 ハディさん、すごいかむよね。ハディさん派ですねじっくり食べてるよね。細いよね、の喉が細いって言ってた、自分で喉が細いから、飲み込めないんだって、飲み込もうとしても、飢えってなっちゃうらしくて、だからよく、それ、リンみたいだなって思うんだけど、でもいいよね、すごくいいと思う。その間に酵素が発生してくるっていうか、唾液から酵素が出てくるわけじゃん。 それを多分その足らないちゃんと噛まないからその酵素が足らなくて、腸内いっぱい使っちゃって、そうそうそうそれをまあサポサップそのサプライするわけでしょ。うためにアレルギーが出ちゃうとかねとかそうだよねいろいろつながってるかもね。あうん酵素酵成液の話を飲んでサポートするって話やねんけどだからたくさん食べて酵素ドリンク飲んでも意味ないわけじゃん。うんで今きの話のエイジの話も。うん 糖質や油分を控えめにして、一日二食。ないし、一食にして。よく噛んで。よく噛んで。酵素も飲むと。仙人のように。これで一日。長生きですね。ね。まあ、全部はできなくてもね。うん。酵素でいいかもね。ね。その昔、結構調べて。やってたね。なんかちょっと。あ、そうなんだ。砂糖とか。取ってない時期もあったもん。あ、そうね。 ちょっとだけネガティブなことをその時思ったのは、うんうん、なんか皮膚の常在菌とかって、うん、そんないいもんなんかなって思ったことはあるよねまあいろいろあるんじゃないかな <laughs> 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 皮膚の常在菌とかがすごく推奨されてて加工のジュースとかも全部皮膚の錠剤菌をねはい,、はい、いろんな人が混ぜた方がいいとか、ね、なんかあってんほんまなんかなって思ったことは 当時ね<え>あれ思いみんなだってさコンビニ入ったら除菌してるやんって <laughs> ダメだから除菌してるんじゃないのみたいな、まあ、違うかコロナを除菌してるのかあれはコロナを除菌してるけどね,ねまあでもちょっとこははいみんなあのアルコール消毒のせいでさ皮膚の常在菌とか減ってるっていう朝も聞いてますけどいい菌もいると思うけどねもちろんあんまよくない菌もいる可能性もあるとは思ってるけどんまあその時は気にせず 作って飲んでたけどね。ま、うん、あでもせっかくなんでこれを機に僕も構想。あ、うん、るの？え？あるの？雅人さんのやつもらってみようかなちょっと。ちょっともらいたいな。多 <laughs> る, <laughs> るのは絶対に,に分からないんで、ね。<laughs> まあね。そうね。<ー>う,んうん。そうですね。なんかそのさ、転嫁をする。 追加をする健康法っていうのと、うん、やらないっていう健康法あるじゃないですか二食、うん、にするっていうのはやらないだし、うん、飲むっていうのは添加するっていうことだと思うんだけど、うん、やっぱりなんか、続けられるのはやめるっていう方のほうがあしやめ続けられるなっていう感想なのね。うん、やっぱその取り続けるのって、まあ、作るとか、うん、買うとかが必要になってくるから、うん、結構なんか、あのズボラの私にとっては大変っていうか、うん、やらない方が楽なのね。うん <laughs> 違っったた戻てきけどコップを取りに1日2食にするっていうのは1日食べないっていう抜くだから結構続けられてるなっていうのはあるのよ。酵素ジュースは毎年この時期になったら作らなきゃいけないって思うとまあそれもね収穫化しちゃえばね楽しみにできたらいいんだろうけどしかも毎日飲むわけじゃん入れるわけじゃんそれを忘れたりとかさ別に欠かさず飲まなくてもいいと思うよ。そうななのか まあたまには忘れてもいいと思うけど基本的には飲んだほうがいいと思うけど別にそのね絶対飲まなくちゃっていうもんでもないと思うけどワクわくわくしてあ今日もこれで健康だとか思いながら飲めるんだったらそれは楽しいかもねそうだねちょっとゆめちゃんスタンスが今ちょっとはいコ酵素ドリンクをはいそんなにあれですはい飲む方に流してくださいそうなの飲まなくていいけどさ いや、なんかそういうのは私はできないならまあそれでもいいけどね。私はそう、私はって言ってんじゃん。やんのかいい。お、お、お、はい。ということで。はい。はい。じゃあえっとおかきの話。どうしようかな時間が。おかき。てて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 まあおかき作ってるんですよ。そうなんですよ。いばさんが。はい、そうなんですよ。 日々見てます伊庭さんがもち米を仕込んでもちを作ってはおかきを仕込んでるのを焼いてるのをね日々見てるそんなに日常的にやってんだね、うん、毎日そうあのやっぱもちもち作り機がもちもちつき機のもちつき機能でなんかもちつけるようになったことが分かってから、うん、あのすごいあれ活躍しててねが えっとねおかきの会社のホームページ見てたんですよなんとなくそしたらホームページとかでたまに工場見学みたいなコーナーとかあるじゃないですか見てたらなんとなく分かってああおかきってこうやって作ればいいのかって分かってすごいねでもまあ餅ついて乾かして切って焼くだけじゃないですか言ってしまえばであそっかこうやってやればいいのか上あげてるんじゃなくてあげてるのもあると思うけど売ってるやつはたいあの 焼いいてるんじゃなおかきせんべいせんべいっていうのはうるち米で作ってておかきっていうのはもち米ですからおかきが細かくなったのがあられっていうカテゴリーなんですけどそれではいいろいろちょっと試行錯誤して失敗もしたんですけど分厚さとか乾かしすぎると粉々になったりとかでいろいろ試行錯誤した結果 納得のいくおかきができるようになって、ある日ね作業の作業から帰ってきて、机の上見たらおかきと天板の上に乗ったおかきとイバさんの字でこれが完成形だって書いてあって、ドーンって置いてあった。完成形のはどんなやつ？細長いやつ。食べたでしょ。あの細長いやつか。おうん美味しかった。でもスプ状になってるやつ。美味しかった美味 簡単ですよ本当うんなんか違うの,その試行錯誤あ試行錯誤した結果、うん、最初はなんか四角い塊にしたかったんですよ餅を、うん、だから四角いタッパーに入れて、うん、で冷蔵庫で2日ぐらい寝かせて、うん、固めてからその平べったいやつを作りたかったんですけど、うん、その四角くするとなんか切る時分厚くなるじゃないですか豆腐みたいな感じ、うん、豆腐がもっとカチカチになってるみたいな感じですけどうん、うん でそれよりももっと薄くした方がいいっていことに気が付いて、うん、そしたら切るときの厚みがないので切りやすいそうそう切りやすい、うん、で結果的に細長くなってえっと餅が完成したときにバットにそそうそう,そうビローンってだんだん固まってくるから、うん、そう最初の段階で限りなく薄く伸ばして、うんうん、で,でそのまま固めると。 それを切ってまた乾かしてでオーブンで焼いてるとうん焼き終わったやつに醤油とかみりんとかをつけてでもう一回乾かすオーブンでうん手間かかってるしけちゃうんでうんそうなんですようんでも嬉しいおかき作れるんやと思ってね子供たちもお喜びでしたねねっうん 食べてました伊庭さんって追求するんだなって思いましたなんかね休みなく試作を続けてあームだねお餅の時もブーム来てた時は結構ずっと探求してたよねうんある程度の感性が見ながらふうってそうそうそう納得いくラインまででもあの手本ケーは難しかったねあ手本もやってましたね出たね シフォンケーキは最後まで、やっぱな、なんていうか。台湾カステラみたいになっちゃう。ね、みんな台湾カステラ作りたいんだと思う。ただ、ふわ。しっとりしちゃう。しっとりね、しっとり。そうだね。シフォンケーキはもっとなんか、空気がめっちゃ入って。みたいな。感じなんだけど、むしろ台湾カステラの方が難しいんじゃないかって。思うんだけど、伊波さんが作るシフォンケーキはしっとり。ふんわり。うん、美味しい。われわれてね。うん。 だから台湾シフォンケーキっていう名前にしたんですけど <laughs> <laughs> やっぱ農場の卵が濃厚なんですかねな何なんですかね何だろうね肩がねちょうどいい肩じゃないとよくないらしいが肩が大きすぎたりとかなんかやっぱシフォンケーキのその分量に対してのなんか2 1ンチとか1 8ンチとかのちゃんとしたシフォンケーキの肩使わないと僕はあのなんていうの,あのドーナツのさゼリーとか固めるやつあるじゃん丸いやつエンジェルエンジェルケーキ みたいなやつあれしかなかったからかめちゃくちゃでかいシフォンケーキの型かしなくてそれでサイズとかものが合ってなかったからかもしれないけどカフェとかお菓子屋さんとかでシフォンケーキって必ずあるじゃないだからそうだけど結構難しいんだなって思いましたシンプルやからねもっとねさらっとできるんかと思ってたけど

お得感あるよね同じ値段なら詰まってる方がいいなってそうだね確かに分かる分かるそうだねだからそう、今週は今週はっていうか最近は岩さんがおかき作っててで、さっきの話最初の話戻るけどジンさんが酵素とかあとタケのコも大量に頂いてるんですも いにさんはたけのこやってて、ね、たけのこのあくとりしてたよねうん、うん。そうそうそう。うん、なんかね、いろんな人がいろんなこと、うん、せっせっせっせとやってて、ね、楽しかったよ。春ですね、たけのこもね。ねそうだね。各方面からいただいたり、うん、まあ、自分たちでも掘ったりとかもあると思うんですけど。うんうんうん もうまあその時期になると一気に出るじゃないですかだからばーって急にこう集まってきて一瞬でまたさってなくなるからもうなんか大変ですよね処理がね美味しくてね頂いてるんですけどユ人さんはたけのこが好きらしくてアクトリもせっせっせっせとやってくれてたくさんのカレたあ食べたかった食べそびれた何か作るのって聞いたらタイカレーかなって言って。 買ってきて、き、うん、鶏肉も今あるしって言って作りたいっつって作ってくれましたね、うん、美味しかったの確かに、うん、タイに私竹、ね、が,があるイメージなかったのね全然<ー>例えばなんでタイカローにタケノコって入ってるんだろうって言ったら、うん、確かにでもタイ,タイって竹林があるんじゃないみたいな話になってトラ、うん、とかいそうじゃんみたいな。うんうん ああ、あれかーみたいな竹っていうともうなんか京都みたいな日本<ー>みたいなイメージしかなくて外国に竹が生えてるイメージがあんまりなかったので、ね、言われてみれば東南アジアってそうか竹林があるのかみたいなもちろん中国なんかはさパンダとかのさ、イメージと竹セットになってるし確かにタイガーはそうかもと思ってそしたらやっと、ね、なんかタイカレー、タケノコがつ、ね、ながった感じがしす <laughs> なるほどと思って。ね にもだかから料理いいっぱあるのね。海外のたけのこ料理なんて私全然知らないやと思ってちょっと調べたら結構エスニックなたけのこ料理とかもあるのかなとかそうだね何かんていうの若若何とかにねあうんそうそうそうかつお節とかってしちゃう。 とかタケノコご飯とかそれで終わっちゃうんですけどちょっと食べきれないよねなんかバリエーションがもうちょっとあったらいいなと思ってねタイカレーはいいよねねあとさ干して保存してでそれをも水で戻してなんかごま油とか醤油みりんで煮るとメンマみたいになるらしくてあンマ欲しいって思ったそれいいねね麺マでも使えるタケかうんうんそうそう麺マってタケノコなのやっぱり。 なんかそれ用の竹があった気がする竹の新種がちょっとやわいのかな柔らかいのかなうんんか中国に生えてるなんとかっていうメンマに向いた竹があるらしいいいねメンマが自給できたらいいですよねでもメンマみたいな食感になるならそれでメンマだよねそうだね干さないとねねえそっか干せばいいの干すのか抜きしてて干すっことだよねうううんんんそうなんじゃないそそそそうううう ねやってみようかそうですね言うとやるよね思ってるだけじゃやらないからここで言うことによってちょっと背中を押してもらいますね楽しみにしてるいいねワンプッシュじゃあ次のコーナーいきましょうかはいじゃあせーの よりなきしゅは。<だ>このコーナーは毎週発行している農場週報の中から、一つの記事を朗読して味わいます。はい。はい、どうでしたか、皆さん。 はい、決まりました決まった整にしましたえ、マジでまだ決めてないんですよねあ、決めてないあ、じゃ僕は決めましたけどみんなでは決めてなくてえっとえっと、まだ決めたもんいや、全然決められてない全然決められなかったの僕がいいと思ったのはえっとですね、香里ちゃんのやつかあとキッチンからもいいかなと思った香里ちゃんかキッチンかどっちかと思いましたはい。 かりちゃんはあキッチンもいいですね。私開拓地から。はいはいはい。キッチンもいいね。うん。開拓地のこの最初の方とかもういいな。あここも良かったね。そうそうそう。じゃあそこにしますか。はい。あいいですか。はい。かりちゃんね。うん。はい開拓地から。 最近のやつだ、やつだの勝手に花壇の一角でチューリップが花盛りを迎えています。ビビットカラーやパステルカラーでやつだの春をあやとっています。もともとは私の手持ちの球根と会員の方から買いすぎたからと分けていただいた。急行を植えるための十分な場所を探して、ここはまだ田んぼに戻さないし、まだ他に誰か使う予定もないからと畑的にしている一角にエイヤと植え付けたものです。 これが思いかけず、来る人来るる人人に大好評。特に女性への受けがすごくいいそっか花壇ってこんなに求められていたんだと驚きこれからはちゃんと花壇をやってみようかという気分になっていますはでー。うんはい。<laughs> なんか開拓地でいいろろやってるんだなと思っってて開拓地本当にね遠いのよ距離的に遠いからどうしてもやっぱり距離ができちゃうっていうか活動の中に農場の活動としてさちょっと距離があるとさ意識も遠くなるし花壇とかやってたんだって思ってでもなんか楽しそうだよねねそうだね女性行きいいんだね。うん。 今ちょうど本当にね至るところで咲いてますよね農場にのチューリップも咲いてるしねね、うん、意外と長く咲くよね、うん、チューリップってあそ,うあそうだね結構すぐ枯れるっていう感じじゃなくて、うん、割と長く楽しませてくれるお花だなって改めて今年は思ったんですけど。うん 桜とかめっちゃ早いもんね。そうそう、桜と同じぐらいのタイミングで咲いて、結構まだ咲いてるじゃない？だからいいなと思って。ね。で、つぼんでるときも可愛いし、開くと華やかだし、あ、これはいいなと思って。ね。そうだよね。うん。あ、何色のチューリップが好きですか？ええ、それいろんなち、いろんな色のやつがあるのがいいんじゃないの？うん。ああ、色とりどうん、色とりどり。 なんかこう単色のもあるしちょっとこうニュアンスで混ざってるのもあるじゃないですかあるあるんか私去年まではね結構あの混ざってるやつ好きだったのんかかっこいいなっていうかおしゃれだなと思ってたんね黄色とオレンジみたいなやつとかあるよねああるる白に赤のがシュって入ってるとかなんですけど私は今年断然黄色黄色すごい可愛いなと思って単色なんだけど なんかね、やっぱ存在感が強いっていうかいいな黄色と思って好みが変わったのそううなんだろね。結構みんなお気に入りチューリップあるのかなと思ったらそうでもないっていうことがかりまでもハディさんが原種系やってるでしょ原種に近いチューリップで葉っぱがすごくうねうねしてたりとか花びらがシュッとしてたりとか普通のチューリップってこう、うてのか、コップみたいなさ おみたいな形だけどうん、うん、もっと細かったり、ねうんうん、茎が短かったりうん,、うん、なんかチューリップの世界ってなんかすごく深くて面白い。短いよね 短いのくなってるよね短いの土から生えてるみたいなやつあるよねいわゆるそれも原種系なのかなななのか私の昔からのチューリップのイメージで茎が結構ひょって長くて和歌みたいな葉っぱがピュってなってて上に花がついてるみたいな感じなんですけ最近よく花壇とかで見るのは本当に短くて5ンチとか本当にそうよ。 遠くから見ると花壇からチューリップの花が生えてるみたいに見えるのそうそうそう面白いなと思ってそれは農場以外で見るってこと保育園で子供の行ってる保育園で花壇チューリップ毎年やってるんですけど結構短いんですよねどうしたどうしたらたけのこみたいなのそれいろんなのがあるなと思ってねえだよね。だよね なんかでも、それこそ本当になんか。その一面チューリップとかさ、まあベタやけど。なんかそういうのをすると、本当にこれハディが狙ってる。その狙いが。あの、満たされるかもね。どんな狙い。え、なんか女性受けが良くて。<laughs> 女性受<向>け <laughs>。<laughs> うんうん。こんなに、こんなに花壇って求められてたんだ。 これからはちゃんと花壇やってみようかって書いてて、でも花をこうわざわざ足を運んで見に行くっていうのってあるじゃないですか。結構ね、みんな来て多いね。タモラーパークだってもちろんそうだし、あの五月にネモフィラとかがあるじゃないですか。日立中海浜交編、こんな辺だともすごく有名なですけど、すっごいこむじゃない。そういうシーズナブルなお花のこうしっかりとこう咲いて人に。 見てもらえるような状態っていうのは結構なんか受けがいいというか需要があるんでしょうねで開拓地でやってみたいのが今同じことを言った「行きたい私はもうそれだったら行きたい」っていう感じってことえいやハディさんやるんだいいなと思ってああハディは全面的にやるとは多分書いてないと思うねんけどうんと僕は思いついて全面的にやればベタやけどいいんじゃないって思ってんけどうんそうだったら行きたいですか うん、行くかな行く行く。遠いな、なんか遠いなまだ。フラワーパークとか行くしね。そうだね、バラが綺麗な季節って言ったら行くよね。行く行く。近いしね。うん全面チューリップとかだったら行きたいかも。ね。うんオランダみたいじゃん。そうだね。なるほどね。 一種類だけが私も遠い種類だけがいっぱい咲いてるのはそんなになんだろう綺麗だよねと思うし行きたい気持ちもある行きたい気持ちは分かるけどいろんなのがいろいろ咲いた方が私は好きだな一種類が全面よりチューリップ以外のそそうういろんなものがご飯とか食べれるところがあったらいい花に囲まれてピクニックしたいそう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 ね ねソフトクリームとか売ってたらいいよ。クレープとか。自販機置いて。クレープ屋さんとかあったよね。ああクレープね。クレープね。クレープ屋さんいいね。ねえ。の違う農園でさあのレンゲ畑でピクニックっていうイベントやってて畑あの肝臓にレンゲのほら薬品になるからレンゲ撒いといてピクニックをレンゲ畑で楽しんでその後そのレンゲを 田んぼに埋め、吹き込んで、堆肥にする、あの緑肥にするってね、ってて。それはいいなって思った。ね、確かに。そんなに労力がかからないのであればね、いいかもしれない。多分九月ぐらいにまくんじゃないかな。そうだね、秋だよね。田んぼに。咲くのはいつ?。春、春。うあ、秋なんだね、結構かかるんだね。そう、豆かやと思う。あ、豆かやの、から先に、巻いといて。 地中で越冬して、うんうんうんなるほど。おお。うんいいですね。花畑とピクニックって結構ちょっとセットな感じがねありますよね。うきうきするね。気候も良い時期だし。そうだね。うんうん。ハジさんに相談してみようよ。うん相談提案提案いいですね。ね開拓地も行きたいなと思いつつ。ねえうん。 これによると次マコモですよ。前全部一式長靴の時にやりましたけど次はマコモ二23日。今週末だね。今週末かそか明日かじゃあもうマコモウえるんだ。4月30日が田んぼ再生作業。白かきするって書いてあるね。この間の長靴の話の時にしてた。白かきしたら田植えするってことやんね。5月のゴールデンウィーク。

いいてなまあ僕のは全部開いてんねんけどね。不便じゃないんですか不便よ。不便。長靴に穴開いてると結構致命傷だよね。すごい不愉快やねんけど、結構高いから作業用の長靴。僕が履いてるやつはね。2500円ぐらいするかな。そうう不快感があるなら。腫れてるときはいいんやけどね。

このコーナーは、の有機農業歴18年の伊庭さんの考えが、どれだけ傾いているのかを楽しむコーナーです。傾きとはその人が生きた証、人生の奇跡です。どんどん傾いていきましょう。うういや何も言わへんなと思って。なんか私を見て笑ってたから。なんか歌うのかなと思って。枝毛探してた。<laughs> <laughs> 枝毛探してるのを見,見られて、うん なんかちょっとおいおいって思って笑ってんのかなーって思いますけど違ったんですね。うん、今日は何の雑感かなとかって言うかなと思って<あー> <laughs> 何も言わへんなと思って。はい、枝なの方に集中して。えなぎ探そうと思って探してたわ。えなぎのほうに集中して <laughs> <laughs> <laughs>、はい。えな、っ、ぎ、とねあのともと予定していたのは。 卵がね、1パック400円で販売してるじゃないですか。はい。この卵400 1パック400円っていうのが、えー安い、安いのかどうかっていうことについて、ほ<う>あの皆さんで検討したかったんですよ。はい。結構安い安いって言われることが多いから。うん、でもちょっと僕、先週のあの放送で、ね。えー、ちょっとハディさんの、うん、それこそさっきのハディさんのですね、はい。えー なんつったか忘れましたけど人類にとってのなんかこれからのモデルにしたいみたいなことを言ってたじゃないですかで、てかおりちゃんが言ってたじゃないですか開拓地の空間をこう仕上げることが人類にとっての希望だみたいなことを言ってたじゃないですかっっ言ったけまあまあまあそんな感じかなで、それでちょっと僕はショックを受けて、うん、ショックっていうか、うん、ちょっとあの反省して ほうほう僕の先週の放送で僕、多分ね、人類の絶望について喋ってたんですよ、おそらく人類社会の、うん。で、だらだら喋ってたのに、最後にハディさんが、うん、どうやらそんなにすごいいいことを言ってるってことを聞いて、うんうん、お俺としたことはなん,なんということだった <laughs> 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 ちょっとショックを、<う>ショックというか、いい意味でね、お互いにいい刺激を。 受けましてお互いにアジさんにいい刺激を与えたの。一方的にね、アジさんからいい刺激を受けたはい。それで反省の弁を、反省の回をしようと思ったんですよ。だから卵の回はまた次回以降にやるとして、そんな話はどうなんだっけと思って、今、全然覚えてなくて。 最後の方にしてた。そうに僕と香織ちゃんはもう人類は冬に入りつつあるみたいなことを言っててたぶんその頃窓の外見てぼーとする。何去年も先週のほうでも言ったけどなんか3人になったら気が抜けちゃってちょっとゆったりする心の。 余裕みたいなのが生まれてしまい、多分外見てたとだな、そういう話があったんだそうなんですよ。で、僕もよく考えたら、そういうのを僕は一応、コミットメントって呼んでるんですけど、そういう、こういうことを成し遂げたいみたいな、成し遂げたいっていうか、自分はこういうふうにしたいと思ってるみたいな、そういう目標みたいなやつ。 であんまり人ってそういうのを表明しないじゃないですか。あははい、はいい、うん、わかかります僕はこうしたいとか、うん、でなんか僕はその普段会った人とかのについて別に人物の評価とかもちろんしないですけど例えば芸能人とか有名な人とか、うん、あを、のー、見た時とかに、うん、あーなんかこの人すごいなーって思う人とか、うん、あいるじゃないですか。うんうん まあ、い,ろいろんなジャンルでいると思いますけど、うん、それをあの分解してみたんですよ、うん、要素を、うん、そしたら、うん、えっとまあ普通に4つぐらいあってまあ誰でも僕の好きなやつなんですけどまあ一番多分その重要なのはの能力じゃないですか 著名人とかの場合ですよどれだけすごいことできるかっていうことじゃないですかこの人すごいなって思うときにその次に何か考えてることどういうこと考えてるかそうまでえっとあとまあ普段はもちろんこういうことを多分言わない方がいいというか今結構ルッキズムとか言われるのであれですけどでも芸能人とかって見た目ってすごい気にされるじゃないですか。 見た目だけでこの人が好きとか、うん、まあそんなにタイプじゃないとかあるじゃないですか。あと、性格とかもあると思うんですよ、4つ目ぐらいに。うんうん、で性格とかはほとんど実際問題、まあ、これ芸能,か芸能界とかに関してとかっていうふうに一応区切っておきますけど、うんえー、でも性格とかって実際問題ほとんど分かんないじゃないですか、僕たちは。うん、分かんないと思う。で、まあ、ほとんど多くの人はその4つの 配合でなんとなくぼやってこの人好きだなとかこの人はあんまりだなとかもちろん興味のないジャンルのこととかはね能力と外見と性格と考えていること考えていること思想とかそういうことまあそうねうんでうん例えばなんかまあ僕ミュージシャンとかはそれ別になんだろう も,ごってもごついてるな <laughs> <laughs>、うん、例えば、その結構最近、あの国際ピアノコンクールでなんか賞を取った反田<ー>さんっているじゃないですか。結構、見た目は割と、あのー、結構おっちゃんじゃないですか。知らないですか、うん、割と見た目はなんか <laughs>。うん マゴマゴしてるこ言葉を選んでる <laughs> あまりそういうこと言わない方がいいですよねやっぱりねまあいっかイケメンミュージシャンとかでイケメンンミュージシャンとかではないじゃないですかだけど圧倒的にもうそれはもう世界のピアノコンクールで,でまあ確か2位だったと思うんですけど取 <うん S 1> るぐらいの能力とかがあったらう <ん S 1> もうもう何も言う必要ないじゃないですか 能力が抜きんでいて他のその3つのカテゴライズが彼が何を考えていようが彼の性格がどうだろうが見た目がどうだろうがもう何も言う必要はないみたいなまあちょっと影響があるとしたら表現力とかで考えてることとか性格とかはもしかしてあるかもしれない外見は関係ないかもしれないね。 ちょっとこううとこの話、すごいしづらいんですけどやっぱ羽生くんとかすごい人気あるじゃないですかで羽生くんとかは見た目が可愛いとかそれはみんなそうやって言ってるじゃないですかでかつスケートの技術も能力もとてつもなくあるとでそういうのってやっぱもうすごいなんか好感度が高いじゃないですかなんかわかります。ううんんわかりますで うーん。なんですよ。うん、で、なんだけども、この今、あの、わ <laughs> がついてんな。わ、うん、ついて、何 <laughs> この結構、のこの4つ,が4つがですね、えーえー、普通多くの人はこの4つで判断、な何かをね、総合的に判断して、うん、あ、この人好きだなとか、この人すごいなとかっていうふうに思ったりするんですけど、うんうん、実はその一番重要なのは、その隠された5つ目の、 今、論じようとしているこのコミットメントってことだと僕は思うんですよ。なんだっけコミットメントコミットトメンっていうのは自分がこれをなんかこれのためにやってるっていうか志志まあそうですね社会的な何か志みたいな三回意思みたいなそう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 いうのって多くの人は表明してないと思うんですよ僕はうううんんん まあいかもうちょとうかちっ喋ろで,で僕はその反田さんの話とかも聞いた時に <laughs>、うん、話を聞いたっていうのは賞を取ったっていう時に別にそんな人のことそれまでも,もちろん知らないし、うん、でも別に彼がそのねまあすごい賞を取ったんだと思うけどうんう,ん、うーんって思ってたんですけど、うん、新聞で記事を出たら、うん、彼はなんかその、うん、えっ、ー、とそのなんか学校みたいなものをその作って音楽を世界の人たちに、うん

まあ僕,だけで僕だけじゃないと思うんですけどうん、うん、なんかやっぱすごいなって思うってラッドインプスの人とかそういうイメージでしょ。 東日本大震災の後に、うん、あ多分ラッドイップスは多分めちゃめちゃ売れてるミュージシャンで、うん、野田洋次郎さんが作ってると思うんですけど主に音楽をねうん、うん、ボーカルのでうそう,うん、うん、で多分めちゃめちゃ売れてるじゃないですかうん、うん、でただもうそれだけでも売れてるんだけど普通に考えてもうん、うん、でも実はその野田洋次郎さんが3・11以降に、あのー、その3・11 のことに思い寄せて、毎年楽曲を1曲ずつ作ってると、そのことについてのっていうのを私は知らなかったんですけどつい最近まででそれをした途端あこの人はコミットメントがあるっていうんでグイーンってなるってことねそうですうんうんうんなことんってたなうんうんうんうなうんですうんそういうやつですうんそういうのがいいなってことそうだからハディ君がまあその開拓地 を実際にそのその進めていく能力っていうのはそのどれぐらいあるのかっていうのは彼の進め方で進めると思うんですけどその彼のコミットメントを聞くとなんんかううおって思ですよ人類の希望を生み出してるからね。それでちゃんと何かをコミットメントすることってすごい大事なんだなってその時も思ったんですよね。 うん、それを表明するっていうのもねずっと思ってる、ね、思ってねやってたとしてもそれをこう発信してるかどうかっていうのは人によってじゃないですか,うん、うん、なんか10年ぐらい温めてでもやってて自発信するってのかっこいういの、ね、ああ実はあそ,うそうねそうね 逆にやるるる前から発信する人もいいじゃない、うん、こういうことをやりたいと思ってるんでやります、うん、力貸してくださいとかねクラファンするとかもあると思うんだけども、ね、でも10年ひっそりと思いを持ってやってて、うん、でなんか人から聞かれたひょんのタイミングでそれが判明するとかめっちゃかっこいいよね。<laughs> そういうパターンもあるね確かに私すぐ言っちゃうからダメ私も言っちゃう方だなハジさんは言わないんじゃないかな言わないタイプじゃない多分ひっそりとやって実はこんなことを考えてるとかそれを香里ちゃんが聞き出して香里ちゃんが喋ってくれたわけだからね先週 そうね。なんかね、でもハニーさんちょっと分かりにくいじゃないですか。どうしてそんなことしてんのかなとか、何やってんだろうみたいな気になっちゃう。でも掘っていくと、ああ、そうなんだっていうのが多くて、この間もなんか開拓地の、で、なんかやりたいことがあるって言って、なんでなんでって聞いたら、最終的には開拓地は俺のアートなんだって。 すごいね、人類のためでもあり、アートでもある、僕の表現なんだ、それはそうだろうね、素晴らしい、芸術家だね、芸術家なんだなって思った、それぞれあると思うけどね、そういうものが。で、その選手の話に引きつけて、僕もコミットメント、実はあって、大したコミットメントじゃないというか。 まあさらっと言うと、その、この今のこの社会をやっぱ次の世代により良い状態で渡したいっていうのが、こ、うん、のコミットメントなんですね。<ー>でもその、なんか、より良いっていうのが、うん、誰にとってどうより良いかっていうのは、うん、解釈がすごい違うじゃないですか。うん、で、その先週、孫ついた、今も若干孫ついてますけど、先週孫ついた理由は、うん なんか4つ立場があるっていう話をしてて、1個目は、めちゃめちゃ開発しまくったら、うん、その開発の先に新しい技術が発明されて、うん、この地球が救われるとうん、うん、っていうのが1個目で、僕はその立場は取ってないんですよ。2>, うん、で2つ目は、なんか環境に優しい,い成長。SDGs ですね。SDGs。これを目指そうよって言ってる人たちはいると。僕もこれはなんか うんこれは、まあでも斎藤浩平はこれはもうだめだって言ってるんですね。そうすると3つ目が、えっと、ゼロ成長、成長は諦めますっていうのとうん、うん、4つ目はまあもう成長どころか人類はもうあのじ人類よりもえっと地球を優先しますっていう立場でさすがに4つ目は僕はちょっと,と,と,と取れない気がしてるんですけどうん、うん、なんとなく3つ目でもなのかなと思いつつもでも人間ってやっぱりどうしても成長したい生き物なので。うん えどうなのかなっていうその立場が取れない状態にいるんですよ、僕は、どれか。で、立場はどれかを明確に取らないのに、えっと、なんか、俺は世界を笑顔でいっぱいにしたいんだとかっていうのは、なんかちょっと、その告白、例えば好きな相手が好きなっていうか、ちゃんと相手、異性異性っていうか、何かそういう別の話ですけど、そのお付き合いとかのことを。 を想定したときに、ちゃんと告白しないのに、なんかキスしてこようとするような人の話とか聞いたりするじゃないですか。なんか、ちゃんと告白せずに、うやむやしてんのに、なんか体の関係を迫ってきたりとか。<laughs> それ一緒だな<笑><笑>そうかな。ね、なんか僕にとっては <laughs> そ、ね、どうなっ人がいるってのはよくわかるんだけど、<laughs> そう。わかるっていうかも聞くしね。<laughs> うん、<laughs> でも、それとこれが一緒っていうのが全然。<laughs> <laughs> 僕にとっては、それは結構近くて、<laughs> そ,そのなんか経済と環境と成長の立場を、はっきり <laughs>。うん <laughs> 表明しないのに、なんか僕はみんなに笑顔を届けたい、それが僕の使命ですとかっていうのは、うん、なんか僕はちょっとその、その告白せずにキスを迫るみたいな感じに近くて、それで、世界のだからその前にやっぱ自分がどこを取るのかを、なんかちゃんと決めないと、なんかコミットメントするのを、 難しいなって思ってたんですよ。なるほど。それで先週ちょっとね、も、も、あの。あらぬ方向に話が進んじゃったんですけど。あらゆる。で、どう、うちらが戸惑ったら嫌だった。なんか、え、え、えって。うん。そう。そうなんですよ。なるほど。うん。そっか。でもコミットメントって、そんな別にみんな多分しない、しないっていうか。 してない気がするんですけどそれについては何か,か、ね、物事によるんじゃないかな環境には大しては特にとか思ってないけど、うんうん、この分野に関してはすごく志があるとか、うんうん、そういうのはあるんじゃない例えば仕事ねお,つのお勤めの人とかでもねうん、うん、すごい思いを持ってその仕事に取り組んでるただその、ね、お金のためとか家のためとかだけじゃなくて。うんうん この、例えばものづくりをしている人とかもね、うん、これをやっぱり自分が開発とか仕事をすることによって笑顔にできる、うん、誰かを笑顔にしたいとかそ、ね、そうそう、幸せにしたいとか思いがある人っていうのはたくさんいると思いますけど、ねうんうん、でもなんかそれをコミットメントだって意識してる人っていうのはいないと思う,うん、うん、自分はなんか思いを持って仕事をしてるってだけじゃないかなとは思うけどうんあと確かにそれを日常的にさ、うん 買ってたそんなに言わなかったりもするよね飲み会の席でポロっと判明して<あ>ええやんこいつみたいなイメージね<そう> <laughs> あるあるあるあこいつこんなことを思ってて仕事してたんか、ね、かっこいいかとかはあるかもねどこでカミングアウトするかの確かに日常的にずっと言ってるとちょっと なんかなんかサクサイでここぞという時に普段は別にそんなことを考えてなさそうヘラッとした感じなのになんか飲み会とかでヘラッと出ちゃうとギャップシチュエーション狙うってこと？キュンキュンするかもしれないね見直しちゃったりなんかその人の評価がさ百八十度変わっちゃったりするねそういうのを狙っていこうよあの言葉の裏にはこんな思いがあったんだねそう言われてみればこの人の行動全部一貫性がある

でも日常なんか当たり前のことの方がいいんじゃないかなと思ってそんな大きなプロジェクトしてないし私パートタイムおばちゃんと金曜日のごはんおばちゃんと子育てだからねうん、うん、でもなんかいいんじゃないの10年続けてるなんかものづくりとかないからな <laughs> あでもゆめちゃんは子育てに関してはなんかすごくそのコミットメントは私ちょっと横その、うん、まだ どういう意味かよく分かってないんで、志という意味では、すごくある感じがする。まあ、それに自分がね、逆に首を絞められたり、大変な時もありますけど。まあ、ね、そういうのは、みんなあるよね。でも、子育てとか、みんなね、何かしら思いはあると思いますよ。まあ、ね。うん、金曜日の、金曜日のご飯について、なんかコミットメント、後付けしよう。あ、ゆめちゃん、そんなこと思って作ってたんだ。 思う人類のために金曜日の食卓が人類につながるように考えておきますある日ポロッと言ってよそうだね飲み会とかでそうタイミングを見ていいですねね私も白を出したいねえうんまああるか 農場に行くことっていうのは結構農場ってすごいコミットメントがないとこのコミュニティに入ってこれないと思うんですよスタッフなんか特にねやっぱ思いがあって農場にコミットしてるじゃないですかスタッフなんかでもそれだけでさ輝いてるよね輝いてるな <laughs> って思うよ多分私はほら農場スタッフではないから 家族ではあるけど農場スタッフではない外側の人間でもあるからさ思うけどやっぱ農場スタッフになるっていうのはまあ給料も安いしねでもやっぱり農場にを通してあの環境とか。 そそれこそ人類とかさ岩さんなんか人類とかね、うん、考えてるわけじゃないですか、うん、そういう人がほとんどだと思うのよ、デ、うん、ジンさんも社会派やしハ、うん、リーさんだって開拓地を通してとかだし、うん、やっちゃんは,やっちゃんはなんかアートに近い気もするんだけど、うん、かおり、うん、ちゃんはかおりちゃんなりにあると思うの。 あるあるからすごくある意味外側の私から見るとすごくコミットメントある人たちの集まりだと思うよみんなそう思ってると思うんだけどねえクジラさんそうですよねクジラさんたちはねだからやっぱりファンもいるじゃないですかそうね なみに暮らしの実験室っていう団体自体はあの多分何のコミットメントも表明してないですね。農場としては暮らしの実験室としてはね生えていないようなとこもあねそうだよね一つの概念を作らないみたいなその中でまあスタッフが自由にコミットメントを表現できあのを実現すれば いいのであってそうねバラバラだよね。ってぶれてないじゃない大きくさ正反対のことを考えやってるっていう人たちではないから性格は違うけど方向性が近いっていうかそんなイメージかもなのですごく実はみんな輝いてるよよかったよかった。 何の話だっけって感じだけど。いやゆめこさんにうまくまとめていただいたんで。あ、そうですか。はい、これで終わりましょう。はい。はい、<laughs> じゃ、あ次のコーナーいきます。は,い、はい。せーの。野菜ソムリエゆめこの、あれが食べたい。たい今日も美味しかったね,ね、うん。このコーナーは、野菜ソムリエのゆめちゃんが。農場の野菜や卵、お肉を使って、作った美味しいご飯について語ります。はい。 今日は冷でいつも<ー>多分このコーナー始まった時にた始まる時に「なんか今日は暑いですね」とか「寒いですね」とか「雨ですね」とかよくはしゃべってると思うんですけど、うん、なんかやっぱりご飯ってすごいこう食べたいものが気候に左右されるじゃないですか、うん、湿度とか気温とか、うん、だからなんかよく分かんないけど天気の話してるなって思ってる人もいると思うんですけど。 実は大事ななことなんですよ<つ> <laughs> <laughs> よく分からなくてたりとかね <laughs> そうで、今日はとても暑いもうょ初夏のような気候なんですけど、うん、あまり湿度は寝ないんだけど、うん、20, 度20度台後半、うん、25度以上のしっかりと日差しのある暑い日なので、うん、でもそれはね昨日から分かってたんで、うん、暑くなるっていうのはなんかやっぱり冷たいものを夏っぽいものをと思いを巡らせていて。うん ででも野菜がね何がこう入ってくるかっていうのがちょっとよくわかんなかったらどうしようかなどうしようかなと思ってたんですけど、うん、で朝相談をナヤのところでみんなにしたら冷たいうどんがいいんじゃないみたいな感じでちーちゃんが言ってくれたのでそりってなってうどんにしましたサラダうどんなんですけどサラダうどん大好きでサラダうどんみんな知ってるのかななんか、うん、知ってたサラダうどんっていうものを知ってた セブンセブンとかにも売ってる。ああ、そうなんだ。コンビニとかで確かに売ってる。サラダうどんっていうメニューが。私ね、学食大学生の時の学食で初めてサラダうどんっていうものを食べてえらく感動したんですよ。そうなんだ。多分そのぐらい時ぐらいからかなで始めたのって思うんですけど、なんか女子大だったんで結構おしゃれなメニューも多かったんですね。なんかいわゆるカツ丼みたいなはなくて、なんかランチみたいな感じだったんですけど、なんか野菜系のサラダとかも豊富で。 うどんそのサラダうどんも大人気夏限定メニューだったんですけど、うん、うどんの上にやはりそのサラダが乗っててドレッシングがかかってるっていうシンプルなうどんなんですけど、うん、サラダうどんなんですけどすごいおいしくて、うん、でそれから結構毎年夏になるとなんかオリジナルで考えたタレとか使いながらサラダうどん作るんですが今日の私のサラダうどんのポイントは。 初めて作作ったよ、手作りマヨネーズでですすね<ー> <laughs> あ。そうなんよ、まあマヨネーズみんなね結構手作りやってる人とかはまあみんな一度はやったことあるよねって方と思うんですけど農場でも伊庭さんなんかしょっちゅう作ってくれてるのでそんな一度は作ったことないんじゃないかな <laughs>、うん、<laughs> なかなかハードルは高いと思うんそうか、まあ、手作りやる人とか、ねうんうん、結構。 こだわるる人人ととかやって多い思うんですけど私もやったことなくてなぜなら伊庭さんが上手に作るからさんと作るよね今日もサラダうどんだからマヨネーズ欲しいなってちらって言ったら「ええで作るで」みたいな感じだったんですけど多分すっかり忘れててちょっと仕事が押しててああと思ってこれは私やるしかないと思って伊庭さんにちょっと作り方を聞いてネットでも見て作ってみましたどうでしたかったよ美味しかったよ なんか卵黄さんに聞いたのは卵黄二つに油を注ぎながらやるっていう方法だったんですよ。混ぜるうん、うん、でなんとなくもう一回ちょっとネットでも見てみようと思ったらちょっとやり方が違って、うん、卵黄は一緒なんですけど、えー、と塩とお酢を全量じゃなくて3分の1ぐらいと混ぜてから。 油を糸状にたらーみたいな感じで入れて混ぜていくっていう方法でそれをやりましただから最初にちょっとお酢を入れたんですけどお酢と塩、うん、でさあのうまく乳化してであでボールはガラスのボールを使えって書いてあったんですよ<え>なんかステンレスとか金属のボールはダメみたいなの書いてあって、えー、で、一応探してガラスのボールがあったってそれでやってみました、うん、うまくできましたうん美味、うん、しかったよで、でこうクリーミーになったので、うん お酢も全量入れてあと砂糖も入れてマスタードも入れて作ってみました美味しかったはい私はこれができたからもう今日は大丈夫って感じだったんですけどあと温玉とねあそうですねうどんのサラダうどんの具はキャベツの千切りねとうんとね人参の千切りかぶのスライス温泉卵頂き物のクレソンがたくさんあったので クレソンも入れましたね。うんうん、で、めんつゆ作って、添えて、って感じですかね。うん、はい、なんと。美味しかったです。<laughs> マヨネーズが隠れポイントだったわけですね。そうなんですよ。あれ、マヨネーズですよ。今日のご飯、マヨネーズですよ。<laughs> ね、<laughs> ハイライトはマヨネーズだった、ね。だ、うん、マヨネーズとめんつゆって合うよね。うん、合うよねー。ね知らなかったんだけど、あんまり美味しいよねー。こんなに美味しいんだと思って。うん。コクが出てねー。うん。 美味しかったですね。うん、あと、いりごまね、で、うん、パラパラして。こまも、うん、なんかいただきも、も韓国のりも美味しかったですね。ああいうの、のり <laughs> が入るとね、うん、またアクセントになって。で、いつも夏になると、結構サラダうどん作るんですけど、その時は、やっぱきゅうりとか、トマトとか、冷やし中華的な感じになるんですけど。 こういう時期にサラダうどんを作るとまた具がガラッと変わるのであ、いいですね。忘れてた。新玉、新玉、新玉、新玉ねぎ入れました。あ、そうだそうだ。新玉、今日取ったね。来たね。今週からね。今週の出荷に入ったので、新玉ねぎがあると思って、これはサラダうどんできるじゃんって思ったんです水にさらさなかったんですけど、全然絡みなかったです。うん、全然美味しかった。ほのかにピリッとはするんですけど、 こんな辛くて食べれないみたいな感じじゃなくてあすごいやっちゃんすごいと思いましたね、うん、久しぶり新年おったね<ー>久しぶりって、ね、いうかうまだちょっと小ぶりでね,ねちっちゃいんですけど、はい、今日の出荷にも入ったんじゃないかなと思いますねあれさあのハンドミキサーでやったの、うん ハンドミキサーでやりました水滴をしっかり拭いてねいろいろ言うよねそう水滴が入っちゃダメとかティッシュでキュキュキュッュ拭いてハンドミキサーのぐるぐる回るところの水滴とかもこうやって拭いてちょっと埃かぶってたんで洗ったんですよでしたら濡れるじゃないですかそれも全部拭いていざっていう感じで大丈夫でしたね卵白どうしようっていつも思うんですよね マヨネーズで余るおみそ汁とかに混ぜちゃうああお噌汁ね結構卵黄って使うこと多いんですけど卵白って余ること多いじゃないですかね余ったりするよねそっか味噌汁に入れちゃえばいい入れちゃう卵焼きとかもね増量で入れちゃうよねなるほどなるほどなるほどね マヨネーいまだに私うまく作れなくて何回かチャレンジするんだけどなんでこね伊庭さんのやり方でもやったことあるしネット見たりもするんだけど多分ね雑なんだよね私多分 <laughs> 水滴とか <laughs> <laughs> 水滴とってやっネットで見たらやっぱ水滴すごい大事って書いてあったんだけど分離しないようにするためにはなんかその油をドバッと入れちゃダメってすごい書いてあるよねちょっとずつね母数を分母を増やしていくって感じ。使うとか 1>, ね、1カップ使うにしても、うん、なんか大さじ1杯のやつをこうタラタラタラって入れながら混ぜるみたいなのをもうずっと繰り返す感じでドバッと入れたら分離しますそこがポイントかと思ってそれは忠実に守りました、うんうん、どうですかやってますタラ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 、うん、やってるけどきっとそのタラの量が多いなと思う私あ,<ー> <laughs> あと待ちきれないとかね、うんうん、うわドだね マヨネーズ作ったらちょっと最強だよねお好み焼きだってさそうだね欲しいと思ったら作るしね結構好きな味にもできるしねそうだよねカスタードの具合とかお酢じゃなくてレモンとかでもおいしそうだよねさっぱりしてああいいね洋風の味付けにも合いそうだなって思ったりいいねみりんと醤油煮詰めたやつ入れたりとかしてもおいしいよ照りマヨ照りマヨじゃん照りまよへえ ああ、蜂蜜、砂糖の代わりに、塩とか砂糖の代わりに。肉とかにつけても美味しそうだね。食べたい。食べたい。なるほど。マヨネーズの奥深き世界ですね。 作ってほしい。<laughs> <laughs> じゃあ作りましょうね<え>。ね。ぜひ。私は多分いや、うん、らな <laughs> <laughs> チューブから出るのってすごいよね。<laughs> すごいね。ね。子も聞くしねう。うん。あのマヨネーズのさ表示とか見るとさあんまり保存量が入ってる感じしないんですよ。うん。でも持つんですかマヨネーズってですごい不思議なんです。よたま卵やからね。 ねえ加熱してないのにマヨネーズっていつまでも腐らないじゃないし反応もずっと冷蔵庫に入れてる<え>イメージ、うん、大丈夫なのかな気付くタイにしてるよね表示見てもそんなにさなんか添加されてる感じしないっていうかしないねだからもしかして作ったマヨネーズもなんかあのチューブのやつってあんまり空気に触れないからまあ菌にはさらされないのかなとは思うんですけどああいう形状で保存すればもしかして持つのかな って思ったり、し、ね、たんですけど、うん。うん、気になったことあるね。<で><れ>生卵だからね。うん、ね。そこを腐りそうなのに。でも卵ってさ、うん、その昔事件になったけど。うん、なんかあの卵出荷業者が。半年ぐらい前の卵を出荷して。うん、しててっ,てっていうことが。分かって、なんか。 捕まったかなんあってけどでも誰も別にそれで食中毒とか起こしてないのそうなんだうんかぶった一応冷蔵保存してたってことそうそうそう常温だとだれるだろうからねもちろん常温ではねいやでも僕ちょっと最近やった実験でえっと11月ぐらいに取っておいた卵をそれこそ3月ぐらいに割ったのね普通に常温に置いてたやつ何ヶ月 ?4 ヶ月ぐらいかか全然傷んでなかったよ えょと写真見せようかうんうんじゃあやっぱり寒ければそんなに暑くなければ真夏とかってすぐ腐るじゃないそうね冷蔵庫に入れておけば結構大丈夫なのかもねねやっぱり割れたまとかは腐っていくと思うんですけど割れてなければ腐りづらいのかなそれもあるかもねうんうんうんすごいねまあ思ってるよりはずっと持つっていうイメージがねそうだよね結構ねね 私の母とか、すごく生卵に気をつけていてなんかサルモレラ菌とか出たなんか事件があったのかなもね。すごく鮮度とか気にして1週間経った卵はもう絶対生卵はだめとかっていうのがあったんだけどそう思ってたんだけど案外大丈夫だよね温度管理だけすればね。そうですねははいい じゃマヨネーズ楽ししみにてハンバーガーに入れたいあいいねいいね春のピクニックですねあ本当ですねはい気候が続きますので皆さんも楽しいピクニックをはい楽しみくださいはいそれではまた来週ですけど来週から多分ゴールデンウィークに入るのでうん 収録はちょっと変則的になる可能性がありますということで金曜日の収録日が祝日なんですよねぶん、金曜日には撮れないので早めに撮るか遅めに撮るか何かすると思うのでまたインスタグラムで一応、来週50回目だからねそうだね誰かが何かかか何あるかな何かしたいような気もするね。そそうなややるんっか クジラさんへの感謝を込めて50回目を迎えたいと思います。それではまた次も聞いい。てください、はい、せーの。